きなこです。しゅうです。それでは妖精からの贈り物をちょっと確認してみます。何が欲しいの？王道だね。妖精の盾を手に入れた。装備が欲しいと言ったら王道だねって。これそんなあなたに贈り物をあげる。堅実だね。アイテムだって堅実だねって言って妖精の涙をもらえる。ああ、妖精の涙か。味方一人を戦闘不能から回復、転生してもなくならないと。あら、そんなあなたに贈り物をあげる。生々しいね。お金だったら生々しいねと。1200ゴールドもらえた。結構いっぱいもらえます。うん、何が欲しいの？戦う。ひどいよ。たら戦闘になるね。ああ、妖精と遭遇。はい。妖精って強いの？全然強くない。確か前までにも出てると思うけど、レベル7まで上がる。だいぶ上がるね。めっちゃ上がりますやん。うん、結構強くなる。うん。でこの7になって今度どうしますか？経験値が欲しかったんだよね。頑張ってね。7になって何ができるかっていうのをちょっとこの後いろいろ確かめたいと。あ、レベル7の少年はガウルフの群れを倒せるのか。はい。装備品は少年の剣と子供服ですね。今回妖精倒すとこから編集してます。はい。この文字も昔自分が編集したやつをすごい久しぶりに読んでるのでちょっと初めて読んだ風になってるけど、うん、このガウルフの群れって、あ、ここですね。ガウルフシャシャ。ガウルフと遭遇。はい。さあ倒せる、はい。まあ今ね2021年の10月1日ですね。そうなんです。でこれ撮ったのはもうだいぶ昔、だいぶ前で、昔っていうか2年ぐらい前。うん、あ、これちょっといい剣を装備すると、すれば勝てるのか。さっき勝てなかったですね。負けてたんよね。はい。とは思ったが歩数を相当使ってしまうのでやっぱり、やめてるんです。はい。結局はちょっといい剣は取ったはいいけど装備してないっていうね。うん、そう、この世界では一歩がね大きいからね。そうそう。レベル7の少年はゴブリンを倒せるのか。そう、先寄せ倒すところからねもう一回やってますね。うん、はい。装備は同じ、さっきと同じで少年の剣と子供服。はい。ゴブリンっていうのはこの、あ、ここやね。今ゴブリンのところに来た。ゴブリンと遭遇。工具箱をもらえるやつでしたね、倒すと。ああ、はい、もう私すっかり忘れてますわ。いや、同じく。まあでもちょっと最近のこの余命100本の動画を見て思い出して、今撮ってるところですけど、どうしちゃったんやっけ。大人になってガルフのところに倒しにやってきたよね。ゴブリン倒した後やね。うん、うん、レベルも多少上がったんかな。これね、大人になったら強くなるからね。そうそうそう。うん、少年の剣でも十分戦える。だよね。この後どうしてたかな。あ、この毛皮を集めてんのかな。あー、なんか狼の皮を。はい。で、この兵士に、少女を助けてもらって、で、うんうん、そのお礼をこのおじさんにもらうと。美味しいお肉もらいました。はい。これでお肉2つですね。うん、でもう一回ガウルフ倒せばガウルフの毛が5つになると、うんうんうん、だから倒してます。はい、倒して、でここで、ね、3つぐらい、ミッションがね、ミッションってクエストね。美味しい肉を確かに預かったぜ。これで依頼者もうまい食卓をもう囲めるってもんよ。ガウルフの怪我はガウルフを退治してくれたんだな。これでこの辺も少しは平和になるってもんよ。数が減ったようには見えないけどな。減ってないからね。倒しても出てくるゴウルフの工具がもう持ってきてくれたんだな。はい、橋は一瞬で完成すると思うぜ。本当に一瞬で完成しますね。おじさん、あ、おじさんやった。今度このこのテント、はい、ダンディのお兄さんがね、ヌメヌメしていかないかい。入場料は1000ゴールド。毎度あり。腕をつかまれ強引に押し込まれたやったっけな。ヌメヌメキャー、なにこれ。あ、なんか踊ってる。取り囲まれてますね。今この状態で倒せるかどうかっていうのを、音楽とともにダンスをするよくわからん集団に囲まれて汗かいてる、戸惑ってます。それで戦闘が始まって、ヌメヌメと遭遇。はい、ヌメヌメね。この当時、まあ当時って実は今も同じ古いパソコンなんですけど、まあ処理能力のこともあるんですけど、ちょっといろいろパソコンの事情があって、これ破れましたね。そう、勝てない。破れたら、おっと、あまり気に入らなかったみたいだな。懲りずにまた来てくれよと。嫌だよ。今度はちゃんと回復してからヌメヌメに挑戦。はい、さっき回復しせずに行ってしまった。ああ、それは。
まあでもマジックポイントの制約とかもあるんでね、はい、でもちょっと勝てないとあれなんで勝ちたいなということで懲りずにやってきました。はい、ダディのお兄さんヌメヌメしていかないかい、前田理想じゃ案内する、つかまれ強引に中へ引きずり込まれただっけな、うん、店内とかなんか見えたけど多分シュウさんって、うん、でカクカク動くんですよね、なんちゅうの処理能力の関係でね、処理能力の関係でそれで、うん、でも、まあ、一応取ってたんですよ。でそれをもう出すか出さないかっていうのでもうやっぱ出さんとこうと思ってずっと眠ってたやつなんですけど、うん、ちょっと録音できないのがずっと続いてまして、あ、破れた、はい、先ほどレベル7の少年がゴブリンを倒し青年になりさらにガウルフの群れを倒したところからやり直してると。なんだその猫はダニエルだって、まさか猫だったとは。はい、これ猫助けるクエストですね。あのネタあるのね、倒したとこからやり直しね、はい、で、どこ行くんやっけ。装備を整えないママヌメヌメに挑戦。はい、またヌメヌメに挑戦します。今度はね、おじさんじゃなくて連れ込まれた、はい、腕を掴まれ連れ込まれた、そうやね、青年やから、うん、勝てるかもしれない、勝てるかもしれないということで、はい、それで結局、まあちょっと残ってんのを出す、なんとか、あー勇者倒れた、あかんね、全然勝てない先ほどと同じところからやり直し、ね、次何するかっていうと、ああそうか、なので結局まあいろいろまあぐだぐだ言うのもあれなんで、とりあえず盗賊と戦う、青年のまま盗賊と戦う、そのまま残ってるやつを出そうと出すことにしたんですよ、うん、はい、で、まあ読みやっぱ出してたんですけど、その昔撮ってた音声にもちょっとあったりなかったり問題がありまして、うん、でこの時の音声はまあないということで、まあそのまま終えなしてもよかったんですけど、ちょっと僕らの近況報告もしてないということで、はい、まあ、ちょっと一応助けにくださってありがとうございます、なんて言ってた、わからない一歩足りなかった、ね、おじさんになっちゃってね、うん、はい、がが青年のままで戦ってみたい、戦ってみたいね、だから盗賊を避けずに行ったら、ああそうね、あ、岩か、巨大な岩が道を塞いでるからこの岩は動かせないかなってことで、まあ後でいろいろこれ品揃えね、どんな品揃えあるかなーっていうことで、品揃えチェック、はい、青年の状態で魔王に会うと何かある、何かあるかなってね、まだ青年の状態では会ったことなかった、あー確かに、ここまでたどり着いたか若き勇者よ、だがこの先お前のお肉体は老いていくのみ、失った時は戻らない、お前はなぜ生きる、なぜ諦めない、忌々しい聖者よ、はい、ということでこういう会話があったということですね。やっぱり、うん、その年齢に応じて会話は変化してるんですね。そうですね、はい、でこういう細かい確認やから動画にせんとこうとでも思ったんかな昔、うん、次は森の守護者に会ってみる、このドラゴンみたいなやつや、緑巨大な竜がこちらを見ている、戦いを挑みますか、まあ、去年の10月ね、まあ、ちょっといろいろ大変なことが、ね、非常に大変なことがありまして、はいろいろ工事も続いたりしたのをきっかけでね、ちょっと、まあ、そこから滞ってって、まあ、もちろんねできなくはないんです、なかったんですけど、ちょっと城の西にある宝箱の中身は、中年の状態で魔王に会うと何かある、まあそのね隠居報告も兼ねて、さっき言ったっけこれそうそう、まあでも近況報告をもう兼ねて ね、はい、命の宝珠、魂で甘えた不気味な装飾品ね、南海密信、あ、これ老いか、死が老いから解放される唯一の方法って、最大 HP アップ以外に何か特殊な効果があるかと思ってやってみたんですけど、次命の宝珠、魂で編まれた不気味な装飾品を装備し老人になってから魔王に会ってみる、はい、これね魂で生まれ、あ、お前の嫁もあとわずか、呪いを解いてやろうか、あ、戦うならもう倒すっていうことで、うん、はい、あの魂で編まれた不気味な装飾品っていうのがちょっとこの時意味深に感じたなと思うんですよ、はいはい、だからなんかあるんかなと思っていろいろやってみるけど、命の宝珠をつけて今度もう一度忠誠を誓ってみたらどうか、あーね、うん、結局その
そういう可能性をね、考えて。忠誠を誓うか、はい、かつての勇者よ。使いました。我がしもべよ、聖者。どうも、根絶やしにするのだ。もう、魔王騎士になって。はい。まあ、特に何もなかったということですよ。命の方ですけど。ね、ここにも魔物が、もうおしまいだ。危機、人間は魔王様のしもべとなる。おう、こいつは俺らの埋め物だぞ。お前は他の奴らに、危機、人間は魔王様のしもべになる。おう、死にね、これからもよろしく頼むぞ。魔王様の何？魔王様服従したんだってな、頑張れよ。化け物にも優秀な兵士である私が成敗してくれる。めちゃくちゃ強いですね。この兵士さんも相当強いはずやけど。ねえ。ガッハ。こいつはちょっといただけないな。は一瞬でやられました。恐ろしいことですね、これは。お客さんじゃないな、何者だ。さあ、そして下の。こっちへ来るな、化け物。そして、お、それがお前の決めたことなのか。残念だよ。はい。闇の力はどうだ、素晴らしいだろう、かつての勇者よ。で、闇の地獄みたいなとこに、うん、冥界にやってくる。冥界にやってきて、で、右上のね、なんか訳ありみたいな魂に話しかける。私はこの場所から逃げ出したい、一刻も早く。それは行きたいということなのだろうか。はい、はい、そうか。やはり私はいつまでも変われそうにないな。これを受け取ってくれないか。復活の涙を手に入れた。これを使えば冥界から逃れ、再び人生をやり直せるだろう。私は臆病者でな、もう逃げることでしか生きていけないようだ。勇者はもう一度生きる勇気があるのなら、私の代わりにこれを役立ててくれ。頼んだぞ、若き勇者よ。頼んだぞ、若き勇者よ。2回、大事なことなので2回言いました。いや、まあ、多分2回ボタンを押しただけ。最初に戻って、また少年からね、スタートしましょうか。そんでね、カクカクなんですよね、画面が。だから、なるべくカクカクのとこをちょっと気にならないために早回しをしてね、その当時のその録画はその喋ってる声とその動画を同じファイルで保存してるんですよ。はいはい。だから私たちの声もね、2倍速とかになってるんですよね。ちょっと早くなってて、甲高い声になってるという、そうそうそう、まあ苦肉の策というか、こう手鉱石確かに受け取った、なかなか割のいい仕事だっただろう。確かに預かったぜ、はい、鉄鉱石ね。報酬を受け取ったのが、報酬が戦士の体験、武器を手に入れました。少年のままでは装備できない、はい、王国一番の刀鍛冶で至高の一本、多分すごい重くて力のある大人しか使えないってことですね、うん、多分ね、うん、そんな感じです。だから多分青年か青年モンスターの DNA が必要。はい、まあね、MP を回復するアイテムは全然足りない。どこかにマジックストーンを売ってるお店があるといいんだけど、マジックストーンね、まあどっかで何か買うっていうのは簡単なミッションだと思いますが、東の発信の犬を確認してから北の洞窟を青年の状態で探検してみる。はい、この横の犬ですね、これ犬に見えるけどガウルフガウかと思ったらデザートドッグですね。おー、はい、砂漠の犬ですか。ねえ、めちゃくちゃ、あー、少年は倒れた。はい、何て言うんだっけ、3つ砂漠の鎧を手に入れた。あー、ケルベロスってこと。そう、ケルベロスです。で、この洞窟にで、何してたかな、何を確認してたかな。で、この編集ね、黄色い文字とか入れたりして編集していろいろカットしてるですけど、青年になって戦士の体験ね、装備したね、戦士の体験装備、はい、強くなりました。はい、この編集をしたのも相当前なので、うん、ちょっと自分がなんて編集したのかをちょっと覚えてないという。やありますよね。いや、ありますかね。まあとにかく、はい、ちょっとそこらへん、まあそこら辺も楽しんでいただけると幸いなんですが、はい、ちょっと、それを勇者は倒れた。はい、回復して、そうね、その辺も楽しんでいただけたらと思います。勇者の剣に装備を変えて、かつて勇者が愛用していたとされる伝説の剣、最も高い攻撃力を誇ると。あ、こっちは重くて取り扱いが必要、取り扱いには力が必要ってやつが戦士の体験、ね、だから子供の時には
それできない。あ、たまに相手の動きを封じる力があると勇者の剣の方はね、ちょっとごちゃごちゃしてて、申し訳ないですが、この子なんやろ。これなんかね、踊り子みたいな骸骨。ああ。それでボンダンサー、これもね、きなこが忙しい時に週だけちょっとバーってこうね、一応録画しながら、バーっていろんなもの試してたんですよね。いろんな小ネタというか、ちょっと気になるところをねリセット しまくってね、ちょっといい剣を手に入れた。エルゴ覚えた。エルゴ覚えてなかったんやっけ。まあまあいいや、ちょっといい剣、これはもう切れ味が良い剣、まあこれ勇者の剣の方が絶対いいよね。うん、で何やったっけ、あ、そうそうそう、で、まあ動画だけ残ってて声は収録してなかったと。で、声の収録とかがちょっとできないような状態が続いて、あ、席に文字が刻まれ、勇者のイーさんここに眠るなんて、わからない。証持つ者を待つ、証持つ者を待つ、うん、証って何でしょう、何でしょうね、この時は分かりません。証、フェスが終わったらまた報告してくれるの。証、まあ後々何が証か分かる、最後まで全部やってるんだよねこれは、うん、はい、ウィンズバット。それで録音できない日々が続いて、もちろんね、もう必死で録音ってこの隙間時間でとかやったらできるんですけど、まあ現実問題なかなかね、ね、厳しいもんね。だからできないっていうのは性格じゃなくて、そこまでのモチベーションが上がらないっていう方がね正しいと思うんですが、これなんでもう一回戦ったんやっけな。まあちょっと、まあよく見てる人はわかるかなって。そうですね、録音できないというか録音しない時期がずっと続いて、はい、まあ、工事があったり、まあ、子供のこととかね、今そうそう、2人目の子供もね、今も2人目のね、4ヶ月になるのかな、もうすぐ4ヶ月、子供を、きなこがあやしながらやってくれてるわけですよ。あの1人目の子供の時も子供の泣き声聞こえながらね、428、そうそうそう、はい、それ聞いててくれた人もあのすごいあのね、ありがたいなと思ってるんですが、2人いるとね結構大変で、なかなか、まあ、だからあげられないってことはないんですけどね、あのあげられるんですけど、ちょっとその環境をいろいろ整えてからやろうと思ってたら、そのなかなか整わず、未だに整っていずおらず、はい、それであのこの数少ないんですけど、ありがたいんですけど見ててくれる人もいらっしゃるので、まあ、こっちもちょっとモチベーションも上がったりして、上がったり下がったり、まあとにかくちょっと更新でゆっくり、ああ古代の DNA 受け取った俺には価値がさっぱりだが貴重なもんなんだろうな、古代の DNA、 はい、この一石のウィンズバットを倒すと古代の DNA もらえるね。あ、で古代の DNA が3つぐらい必要ね、確かね、3つぐらいいる。あ、え、何が、古代の剣か何かに、そうよね、そういう、はい、古代の鎧ね、そう、古代の鎧ね、ちょっと読みそびれたな。だからルインズバット3回倒す必要があったってことで、そう、だから環境整ってからと思ってたけど、もう整ってたけど、まだまだちょっと整いそうになくて、コロナの前はね、もう新しいとこに引っ越してこういう風に環境してって思ってたんですけど、それもなくなっちゃってね、ちょっと、コロナがすごい関係あるんですけど、まあ細かい話は置いてて、なんか、環境を整えるの待ってたらずっと更新できないということで、はい、まあ、とりあえずやっていこうということで、はい、とりあえずやっていこう、少しずつでも、はい、ちょっともうこの半年近く空いてるかな、だからちょっとそれはまずいということで、せめてちょっとね、そこまでは空けずにちょっとね、少しずつ出そうという風にしていきたいなという感じですね。はい、はい、あ、盗賊のところにやってきた。そうですね、コロナになってからカラオケ行ってないんですよね。まあ、そういう人たちも多いと思いますけどもね、他にも、で僕らあれしたいこれしたいができないんですよね。僕らしょっちゅう行ってたんですけどね、そうそうそう、1年半もっとかな、コロナが流行りだしてから行ってなくないので1年半、なんですよね。で、僕らちょうど2回ワクチンが、接種終わって、はい、で、まあ、行きたいなみたいな、ね、この僕らの住んでる県はそんなに多くないんで、はい、その多くないのが続いたら、しかもその県の中でも
田舎なんですよ、うん、その県の中でその集中してるのはやっぱりあの仕事ね、県庁所在地が多い。確かに、どうか隣にいる親も楽しくここまで来るやつがいるとはな。手下何やってたんだ、まあいい俺様がじきじきに倒してやろうみたいな、スコーピオン2回攻撃してくるやつですね。はい、まあカラオケね、あの元々この週は歌うのが、そうなんですよ、強さ撤退することにしよう、覚えてるもん出てこないけどな、巨大な岩倒してくださって、私の屋敷来た町の東北できればいらしてください、お礼を差し上げたい。そうそうそう、すごいすごい、扉の鍵を手に入れた。はい、何やったかな。そう、別にカラオケっていうのはそんなに好きじゃ なくって、あのいつもこう、娘を取り戻してきたのそれだけの実力があるとは恐れ言ったぜ。これ皆さん僕何言ってるか分かりますかね。まあとにかく大きな場所とかね、あの大きな場所って何や、で広い場所、広い、ね、人のいない広い場所とか、あの人のいなくなったホールとかね、あとあの 山の中とかね、あのそのとにかく人のいないとこを見つけては大きな声で歌って練習したり、うん、まあ、じゃあちょっと音楽関係のすごい強い大学、あなた私を助けてくれた、ここは我が家に伝わるカボです、黄金のカボと手に入れた、このあなたの旅の無事をお祈りしていますわと、カボとカボダメージを軽減する、軽くて装備しやすい、君娘から聞いたよ、盗賊から助けてくれた、これはほんの俺で受け取ってくれ、5000ゴールド、飲料アイランド、うちは金持ちだからな、俺ならクエスト彼女もらった、これは理事だな、娘の命の恩人だからこれぐらいさせてくれみたいな、勇者は心なし仲間にして、はい、おお、その音楽系の大学でその練習室借りて、いろいろあのもうしょっちゅう練習したり、練習室借りてってその大学所属してたから、その別に借りるのは無料なんですけどね、無料で借りて、あのめっちゃ練習したりして、まあそのやってて、ね、でカラオケにそのしょっちゅう行くっていうのは結局そのマイクとか必要なくて、結局はその誰も気にしないとこで、あの思いっきり歌いたいっていう、ね、そうなんです、声量があるもんで、そのめちゃくちゃうるさいんですよ僕が歌うとね、はい、なのであの、そうですね、であのいろんなアメリカでねライブみたいな、そのいろんなイベントとかで歌うやつですよ、別に単独ライブとかじゃないんですけど、そのイベントとかで歌うようなやつとかを結構いくつもやってて、やってたんですよね、その、はい、それで日本でその歌える場所はなかなかないので、うん、そのカラオケにしょっちゅう行くようになって、うん、っていうことでカラオケがこう、まあ、かなり大きな趣味のウエイトを占めてたわけですけど、まあ、他のその他の皆さんと同じようにコロナになってから、ね、コロナになってから全く行けなくなって、まあ行けなくはないんですけど、その行かなくなって、うん、まあ自粛でね、はい、やっぱりこのね自分たちのことだけ考えてたら別にいいんですけどね、コロナまだ若いのでコロナになってもまあ大丈夫だろうと、せやけど他の人へのこともあるので、うん、そうそうそう、あ、マスクもそうですもんね、あ、ということで、はいはい、これからまた、いろいろ小ネタやってみましたという回でした、はい、はい、でした、すいませんね、グダグダと喋っているのを、まああのこういうのもまだあってます。ものすごく適当に聞き流してもらえればありがたいと思いますね。はい、うん、お願いします。こういう回でした。とりあえず、お久しぶりに出してみましたということで、はい、また次回もご覧いただければと思います。はい、お願いします、近況報告でした。はい、ありがとうございました。はい、バイバイ。